小倉玉屋小や、玉屋はかつて福岡県北九州市小倉北区で営業していた日本の百貨店。小倉玉屋開業までには右与曲折があった。問題は1935年昭和10年に小倉市が私有地を百貨店用地として売却することを決めたことに始まる。当初、小倉市は松屋百貨店に打診したものの後に 京都の五福祥で玉屋と関係が深い白崎忠夫に売却することに決定した。当時の小倉市にはすでに金安百貨店が存在しており、井筒屋の建設も決まっていた。これ以上百貨店が増えることで、小倉の経済に悪影響が生まれることを恐れた、魚町、京町などの商人たちは、小倉小売商店連盟を結成して、百貨店誘致に反対し、 商工会議所の回答も計画に苦言を呈した。さらに城内に移転したばかりの八坂神社の宮司大たちも賛同の変更を余儀なされとして、計画変更の要請を行った。一方で、地元の室町や勝山町、大門町等の町総大らは、王国クラッシュ発展規制同盟会を結成し、誘致運動を行い、両者が激しい運動を繰り広げた。両者の対立は、 司会での立憲政友会と立憲民政党の駆け引きも絡んで長期化し、反対派の議員がくだら分、タスク市長の辞職を求めるなどして姿勢は大きく混乱したが、結局1936年、昭和11年5月に、畑山塩見県知事が仲裁することになり、建設は認めるが賛同を維持すること、地元に配慮すること、両者が和解することなどを裁定して、 なんとか事態は決着した。長崎県佐世保市、福岡県福岡市、佐賀県佐賀市で、すでに百貨店を経営していた田中丸一族は1937年、昭和12年4月14日にグループ4社目となる新たな百貨店を設立し、1938年、昭和13年10月25日に、当時の小倉市室町にオープンさせた。 各地域の独自性を重んじ、1.1社生を取っていた田中丸一族は、井筒屋ができてまだ年も、浅いことから進出に反対してた地元に配慮し、すでに導入していた玉屋の称号は持ちず、菊屋の名称で営業を開始した。従業員は男女合わせて800名であった。第二次世界大戦後の1945年、昭和20年には、 占領軍に接収指令を受けた。交渉の結果1回と、誓いだけは営業が認められたが、残りは宿舎として接収され、2.3回は宿舎、4回は空き、5回は看護婦と称する慰安婦200名ほどの住まいにされたという。誓いもすぐに接収され、食堂とされた。翌年5月にはついに全館を接収された。その後1.2回は PX ストア、 米軍の用語で売店を意味するとされ、3階は放送施設、5階には玉突き場やバーが入居していたという。玉の屋野は、接収に備えて、魚町に店舗を確保していたが、それでも従業員が余ったため1ヶ月は口入れ屋まで行って、なんとか会社と従業員を守ったという。6月には、大阪町の大沢ビル内に仮事務所を設立。 ウオ町にも660平方メートルのバラックを建設した。翌年には京町三丁目に約120坪の仮事務所を設立し、その後当地にて占領軍専用の国内輸出業、エクスポーバザーを新設した。玉野屋野の接収が解除されたのは1952年、昭和27年3月31日、再開店にこぎつけたのは同年10月のことであった。 この時から正式に、玉屋の称号を用いるようになった。1993年、小倉駅前に、小倉総合、現、コレットが開業し、市街地中心部から離れた、玉の矢野の売り上げは大幅に減少した。玉屋は1階2階を改装し、食品売り場等を競合店である井筒屋よりも、高級紙のとなんと、物品を揃えるなど独自性を築いていたが、状況は好転しなかった。 1994年に北九州市が打ち出した北九州シルネッサンス構想第二次実施計画の一つである室町一丁目第一種市街地再開発事業後のリバーウォーク北九州の開業事業においては小倉北区役所とその近隣地域が対象となっていたが小倉玉屋も対象地域に組み入れられており地権者として再開発ビルリバーウォークの 権利床を所有し入居することを目指していた。しかし、小倉地区の百貨店三社、小倉総合、小倉井筒や、小倉玉屋の中で、玉屋が最も苦境に立たされており、2000年、平成12年春、地元企業や地元財界の大阪忍、元前林社長この引き受けで1億円から約4億3000万円に、増資、経営危機を過労じて脱する状況であり、銀行は、 再開発ビルで再営業する場合、原店舗閉店から開業までブランクが発生することを不安し、転入許のための新規融資に難色を示したため、最終的には、権利床を北九州紫川開発に売却し、入居を断念した。2000年12月に小倉総合が閉店し、後継テナントの誘致が地元経済界の課題となっていたため、 大阪市のラが中心となって、小倉玉屋を小倉祖母跡に移転させるよう働きかけが行われた。そして、リバーウォークの工事スケジュールの関係もあり、2002年、平成14年2月28日原店舗閉店。3月1日に田中丸前商社長は退任し、前輪の浦上博夫専務が社長に就任する役員再編を追い、3月10日、 小倉祖合跡、と、セントシティ、北九州ビルに移り、これまでの店舗の総床面積に相当する地下1階から4階までの一部を使って営業を続けた。しかし、祖合時代からの大規模な改装も行わずに営業していたこともあり、売り上げの落ち込みは止まらず、このままでは会社存続が困難になったとして、経営陣は百貨店配慮を決断。 小倉総合の閉店からちょうど2年後の2002年12月25日に、百貨店としての65年の歴史に幕を下ろした。その後社名を、キロトンサービス、キロトンイコール、小倉玉屋に改め、ビルメンテナンス業務などを行っていた。また、小倉玉屋友の会は、前払い式特定取引業、友の会の廃業のお知らせを2007年9月1日、広告した。 北九州市役所本庁内に残った地下の玉野屋の食堂の運営は玉野屋のグループ会社の玉野屋の食品が行っている。ほか、小倉競馬場3階にレストラン玉野屋のがある。百貨店廃業で解雇された一部の中高年、従業員は有限会社サンローズを設立し、玉野屋のグループの機関店である佐賀玉屋の支援を受け、JR 小倉駅前のリーガロイヤルホテルをラ内に、 婦人服や雑貨、宝石などの訪問販売を行うショップ、サンローズを構えた。この店舗は包装紙や紙袋などに玉野屋野のものをそのまま使用し、佐賀玉屋の北九州地区販売代行の役割も果たしている。同社は2013年3月、会社創立10周年を機に玉野屋野の名前を冠した株式会社玉屋サンローズに改祖、改名した一方、 佐賀タマヤとの契約は解消し店舗名はサンローズに変更した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。